い、どうも皆さん、外薬製造工場へようこそ。さあ本日なんですが、私天才的な、デッキを思いついたんで、本日は作ってきたのでやっていきたいと思います。どういうデッキかと言いますと、ですね、シュトロムベルクの金の城と、この契約手形の先延ばしっていう最強スキルが相性がいいよっていうのは、契約手形シュトローム外薬っていうカスみたいなデッキで動画でご紹介したんで、ご存知の方も多いと思うんですけど、これ発動するとなんか結構相手殴ってくんないじゃないですか。要はこれ貼ってある場合、相手モンスター攻撃宣言時、その攻撃モンスターを破壊してね、攻撃力の半分のダメージを与えるよっていう、こういうスキルっていうか、こういう効果なので、これ貼っとくと相手殴ってくんねえと、なんとかして殴らせてえなと思ってそういう発想、なんとかしてぶん殴らせてえなと思って、これ発動しといて。ということで、私考えに考え抜きました、この最強カード、召喚制限モートするモンスターというね、このカードです。これは、このカードがフェーズ上に存在する場合に、モンスターが特殊召喚に成功したときに、そのモンスターを攻撃表示にし、そのターン、そのモンスター攻撃可能な場合には攻撃しなければならないっていうのが、そのバトルを強制するカードなんですよ。なんで、本日はシュトロムベルクの金の城を張りまして、で召喚制限モートするモンスターを発動して、自爆特攻をさせ、で自分だけスタンバイフェーズをスキップし、このコストを払わないっていう強制モート2対能外役やっていきたいと思います。デュエルスタンバイ。いいだろう、俺はデュエル。さあお相手の方、私のターン、覇王。はい、反応めちゃくちゃ強いですね。理想的ハンドと言っていいですね、これはね理想的ハンドと言っていいですね。非常に強いです。これで攻撃を攻撃強制する最強のトラップカードが来た。地獄門の契約書の効果を発動、 DD モンスター対応手札に加えさせてもらうぜ。そして最強カードを2枚ほどセットさせてもらう。ふん、俺のターンを終了するぜ。6枚になってるのすげえよな、これ。カード1、2、3、4、5、6、先行でカード6枚ってって結構強いのかな。覇王条件権、はい、覇王条件権ダークフュージョン、はい、魔法カード、はい、ダークフュージョン、あー、はい、そうは、はい、これで君このターン攻撃しないといけないけど大丈夫これこのターン君攻撃しないといけないんですよ。もうそれだからいいですよ、全然いいですけど、そのモンスターこのターン攻撃しないといけないんですよ。大丈夫ですか？あ、攻撃表示になりますけど、攻撃表示になりますけど、まぐれよ、おい、さあ、まぐれよターンエンドはできないぞ、ターンエンドはできないぞ、もうターンエンドは許さない。さあどうする、10代スキル掘ってんのか、対人戦でかわいそうにな、まずいぞ。7500でこれ攻撃しないとターン終了できないぞこれ皆さん知ってます、この状態ね、ターンエンドっていうボタン出ないんですよ。もうバトルフェーズに入るしかないんですよ。なんでかっていうと、モートするモンスター、召喚制限モートするモンスターっていう効果で、もうバトルフェーズに入らないといけないっていう、そういう効果なんですよ。これこの効果を受けたモンスターが存在する場合は、まあ、このモンスターがやがったらいいですけどね。はい、攻撃といったね、シュトロムベルクの金の城の効果を発動。はい、3750ダメージ一応これ一応ここまでのようだ。スキルを発動、はい、延滞します、はい、延滞します、はい、ありがとうございます。あ、弱え、いや、ね、地獄門の契約書の効果を発動、 DD リリスを手札に加えさせてもらうぜ。あ、てか、あ、DD リリス、まあいいや、 DD リリス、これちょ、どうせこれどうせ何もできないから、相手回収しよう。ちょっと100ビートするね、100ビートするわ迷惑じゃないこれ、100ビート迷惑じゃないこれ、おいあと残りライフは150だ。さあ覇王どうする、手札3番で何ができる、さあどうする、やば、はい、延滞します、はい、延滞します、ありがとうございます。強すぎるぞね、あまりにも強い。でモンスター持ってきて、
ヘイオールチャンス召喚シックの召喚強くね謎の知らし。これちなみにあの召喚制限モートするモンスター絶対発動するんで、あのハーピーで戻せるっていうね最強デッキできたわ。最強デッキ過去コンボパーツ3枚対戦ありがとうございました。さあお相手の方ゾウのうち君、ゾウのうち君よろしくお願いします。全力ではないぜ。ハンド最強です。私の手札から意味わかんないよな、意味わかんないよな、これ意味不明すぎるな。なんだよこのなんか謎のトラップカードっていう。ケプラーでもちろんこれ持ってくる。まあちょっと契約書持ってこれなかったですけど、まあいい、大丈夫でしょう。まあこの2枚があればなんとかなるでしょう。はい、炭治郎です。さあ召喚制限モートするモンスターの威力をくらい。おっと出たレッドアイズフュージョン。召喚制限モートするモンスターを発動このターン特殊召喚されたモンスターは全て攻撃表示になり、この効果が適用されたモンスターがいる場合、お前は必ずバトルフェーズを行わなければならない。ターンエンドをすることは認めない。バトルフェーズに入れ。何エディジンじゃん。レッドアイズスラッシュドラゴン、なるほど。はい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 、いいですよ。あ、これあれですか、もしかしてあの自分のモンスターを AD で叩き、あ、寝かして横にするっていうプレイングできる、もしかして。それうざいねそれうざいね。なるほど、あ、そういうプレイング、それはうまい。まあ、今のところでも攻撃しなければならないっていう、一応これ今攻撃表示なんで、これ攻撃しなければなりません。圧倒的にブラックメタル、ああ、それはいいですよ。はい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 、まあ、それは全然問題ないです。あ、でもこれさすがに交渉とかいいか、なんかサーチされるよりは蘇生札を、これ蘇生札サーチされるよりはなんか今使っちゃった方がいいですよ、これ。はい、オルちゃんでこうだな。こうするとあの装備魔法が対象なくなって、あの墓地行くんですよ。月の書は、なるほど、それ意味なくねよし、めちゃくちゃカード使ってくれた、やった。ガバイぞ相手プリング、相手ガバイぞプリング。ちょっとね、あちょっととりあえず延滞しますね。延滞しまして、あ、ケプラー強え、ケプラー強え。ケプラー召喚で効果発動、契約書持ってくる。でこれでサーチカードをねしっかりと、はい、これ最強盤面です。はい、最強盤面ができました。はい、地獄門の契約書を発動、はい、地獄門の契約書の効果発動。あー、こいこいじゃいいな。ほんで一番いらないのが次そうなんで、次多分捨てるんですよ次これ。で姫宮、はい、姫宮も殴んないといけないんですよ。ちなみにあの召喚制限モードするモンスターの効果が発動してるんで、これ絶対姫宮もあの攻撃者できないっていうのあるんですけども、とりあえずここで魔法カードを引いてアドバンテージを稼いでいくって捨てる。あお、なるほど、まあ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 、そんなにわけいかないと。先に姫宮の方がよってほしい、ね、攻撃だ。あー、レッドアイさん、はい、いいでしょう。俺のターン、オッケーです。さあモンスターレッドアイズインサイトどうぞ。レッドアイズインサイトどうぞ。まあインサイトでレッドアイズカード、レッドアイズモンスター、レッドアイズカードか、レッドアイズカードを墓地の食って、レッドアイズモンスターか、レッドアイズモンスター墓地を食って、レッドアイズカードを持ってこれるという最強のマジックカードではあるが、それで持ってきて融合したところで、召喚制限金の城っていう最強の盤面が整っているため、モンスターを出すことはできないから、まあレッドアイズファングぐらいしかできないやることは。なるほどまあそのファングもね、あのバルキリで割ったればいいんで、相手も多分積んでますねこれこれ相手多分積んでます。ターンしようしかないですよね。そうですよね、それしかやることない。あ、なるほど、そういう、それがうまいね。なるほど、なるほど、それはうまい。で召喚制限に戻するモンスターはエンドフェーズで適用されても大丈夫と。もうすでにバトルフェーズがないから。でスキル発動し、はい、延滞します。はい、延滞します。あ、オルちゃん来た、チャンゴル来た。まあじゃあバルキリーの契約書発動して、回収か。でこれ実質ノーコストです。これでバーンって割る、で契約書効果で、リリス持ってきて、
でリリス召喚してオルちゃんを回収するという最強ムーブね。これ実質、これ実質コストなしなんで、これ実質コストなしです。はい、最強です。つえ、ちょ一回もう一回使っとこう。魔法カードだったら嬉しいな。おいおいおい。どんだけアド稼ぐ、どんだけアド稼ぐこのデッキ。はい、弱点はね、あのマシン用の契約書発動する場所がないんで、あの融合するにはちょっとスライムしかないっていうことですね。入れるとしたらね。はい、どうぞレッドアイズインサイト。さあどうするんでしょうか。おっと、レッドアイズギアフリード、ギアフリード結構強かったですね。ギアフリードで、あの装備カードを装備すると、あのケルト上の魔法トラップカードを1枚選んで破壊するっていう効果がある。はい、フュージョン打ってくる。さあただフュージョンも打ってくるが、フュージョン打ってくるが、打ってくるが、このターン攻撃しなければならないため非常に厳しい。非常に厳しいですよ。それモンスター攻撃しないといけないですから。さあ消化石に戻するモンスターの効果が発動されてしまった。まずいぞこれ。 AD チェンジャーで相手横にするしかないんじゃないか。起きた、出た、そのブレイング出ました。そのブレイング、そのブレイングはね、あーそれはファングね、修学旅行のお土産、修学旅行のお土産はもちろん叩きあるよ、もちろん飲んで、もちろん叩きあります。はい、ありがとうございました。バルキリの契約書発動。うい。はい、延滞しまーす。すいませんね、延滞したばっかりで本当に申し訳ない。思ってないけど。さあ、デイディリリス。はい。で、オルドの召喚。最強ムーブ見せますね。リリスにオルドロスをシンクロ召喚します。でハーピー出します。で出したら召喚制限モートするモンスターの効果が発動しまして、でこの効果にチェーンしまして、ハーピーでスタジグラッシュで戻すっていう。そして誰もいなくなったバトルフェイスで。強すぎかこのデッキ。これ禁止化では、これは禁止化確定ですね。はい、確率に禁止化されます、これは。さあ、お相手の方、アトラス君、よろしくお願いします、デュエル3倍。私のターン。社長対決、社長、社長ではねえか、あいつは。ライバルポジ対決です。手札、めちゃくちゃ強いです。はい、最強です。手札最強。で、契約書、サーチ。これサーチしまくるからね。はい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 。はい、はい、サーチしてサーチして、はい、123456枚先行でカードが6枚になったぜ。サーチするカードをサーチするのこれ卑怯じゃない、毎回思うけど。ケプラーってめっちゃ強いよ、まあ、ちょスケールと打点がゆあのじゃあ打点だけ弱いけど。サイクロンやめて、うわー強い。まあしょうがない、それは。まあでも正面の金の城あるんだよ、何でしょう。クリムゾンリゾネーター、なるほど、リゾネーターデッキ久しぶりだね。リゾネーターデッキミンのリゾネーターデッキ、これはもう発動しちゃうか。はい、私はめちゃくちゃ弱くなりましたね。なんか俺最近リゾネーターデッキ一応使ってみたんですけど、やっぱリゾネーターを戻さないといけなくなっちゃったんで。あれずるくないですか。なんかあの竜騎士へ至る道のスキルあるじゃないですか、あの走破するがや張るやつ。あれはなんかモンスターだったら何でも戻せるって書いてあるのに、なんかあのデモンズレゾナンスはなんかモンスターじゃなくてリゾネーターを戻さないといけないっていう、なんかよくわからん、なんかちょっときつい縛りついてるんですよね。同じ時期に抽出されたのに、なんかずるくない、あれおかしくない。なんかあの竜騎士へ至る道はね、モンスターを持つばいいんですよ、テグだから。そしたら発動できるんですよ。なんかリゾネーターはなんか知んないけど、あのリゾネーターを戻さないといけないっていう、やばいですよね。だってあなたでも、あこれダブル、これダブルチューニングやばくね。あれあいつなんか俺の記憶によると、なんか効果では破壊されないっていうテキスト書いてあった気がするんだけど。私はこのカード効果では破壊されないって書いてるね。やばいね、やばい、しっかり目に死んだ。